公文天皇は、日本の、第39代天皇。忌みがは大友、または伊賀。1870年に、漢風死後公文天皇を送られ、歴代天皇に列せられたが、実際に大王に即位したかどうか定かではなく、大友巫子と表記されることも多い。天智天皇の第一王子。母は、伊賀うねめやかこの娘。天智後継者として統治したが、 人身の乱において、叔父、大天王子に敗北し、首を吊って自害する。異母兄弟姉妹、日本書紀には、天智天皇は、実定、大天王子を東風に認じていたが、天智天皇は我が子可愛さのあまり、弟との約束を破って、大友御子を皇太子に定めたと記されている。しかし、監視集、開封草や、万葉集には、父、天智が、 大友美子を立大使していたとあり、これを支持する学説もある。また、行為には、天智天皇の皇后、山和姫王を立て、自らは皇太子として創生成していたとする説もある。父、天智天皇の下で、天智十年に大城大臣となり、その政務を補佐した。日本初期天智十,十年十一月の上に、大友美子は、左大臣、蘇我改心、右大臣、 中富の近連、蘇我畑康神、古瀬人神、紀大人臣ら五人の高官と共に、宮殿の西殿の織物仏の前で、天皇の章を守ることを誓った。大友巫子が航路を手にして立ち、六人臣を同じくして天皇の巫事の利を奉じる。もし違うことがあれば、必ず天罰を被ると誓った。続いて五人が、順に航路を取って立ち、臣ら五人、殿下に従って、 天皇の御事のりを報じる。もし違うことがあれば四天皇が撃つ。天神地にもまた罰する。三十三天。このことを承知知れ。子孫が絶え、家門必ず滅びることを、などと泣きながら誓ったとある。平神王と王子在、裏西殿の仏像前、左大臣、蘇我赤井神右大臣、中富の近殿蘇我畑康神、小世人神器大臣新侍。 円王とも王子主、就効多たら選挙受け名曰く六人、同心法天皇省弱有意者必ず、非天罰云々ぬん大勢左大臣、蘇我改新党主、就効路随時、鹿も木吸血受け名曰く新党五人、通用殿下法天皇省弱有意者四天王だ、天神地義またまた中罰三十三天承知この、今年尊東絶家門必ず某うんぬんここで言う、 天皇の章の内容は半然としないが、天智天皇の死後に、大友美子に行為を継承させることを指示していたものと考えられている。天智天皇10年12月3日の選定、天智天皇崩御から人身の乱による廃止までその知性は、約半年と短く、即位に関連する儀式を行うことはできなかった。そのため、 歴代天皇とみなされてはいなかったが、明治3年になって、公文天皇と追放された。人神の乱の敗戦後に、非、子女や神化を伴って密かに落ち延びたとする伝説があり、それに関連する史跡が伝わっている。白山神社君津市や泉市、泉郡大滝町には、大友美子とその神化たちにまつわる史跡、古伝が数多く存在しており、 17世紀前半に書かれたと考えられている地市、クルリキや法歴11年に受学者の中村邦香が編纂した暴走資料に記載が見える。このうち、君津市だけで元の伝説関連史跡が存在する。なお、白山神社古墳については、森活動大正5年をはじめとする旧、クルリ藩関係者が、明治10年代から同30年代にかけて、 天皇領事上運動を展開している。神明社岡崎市の西部に大友美子を祀った、もしくは創建に関わったとされる寺社が見られる。公文天皇朝と山崎領領は、宮内庁により、滋賀県大津市御領町にあるながら山崎領に、地上されている。宮内庁上の形式は遠急遺跡名は、御城寺、亀岡興奮。これとは別に、 公文天皇の御領とされる墳墓が複数伝わっている。また皇居では、皇霊殿において、他の歴代天皇、皇族とともに、天皇の霊が祀られている。天平商法三年の序文を持つ元孫最古の、日本館詩集、開封層には、大見朝皇大使として二種掲載されている。公明公実月帝徳、はじめ天地三歳並安政万国表審議。 五言縁に、サムライス一を説得、上天君安倍やドリキシン再始無観、撫で術、あのウリン崇拝、五言懐をのぶ一、ゼ、大見朝廷側の主犯であることから、人心の乱を取り上げた作品には登場する。ありがとうございます。